ようこそ唯一いただきなり。人よ限ろえ、新たなる世を作ってみせよ。世もまた一人の浪人として存分に楽しむとしよう。人外の森人ごときが笑わせる。たかが物見で世を制せると思うてか。ではいかがなさるおつもりだ。愚かしき帝の御、カドに打ち伏せてくれようぞ。光秀、兵をまとめよ。遅きは許さぬ。それはいささかもったいないかと思いますが、あれだけの大元倉庫、いかほどのものか感じてみては。それもまたしかりか。ならば光秀、所詮にふさわしきを見繕ってみせい。お任せを。この上もなく美味な贄、見事見定めてみせましょう。光秀、貴様が選びしあの物々の甚だもろきは何事ぞ。敵陣の不甲斐なさを私のせいにされても困りますが、確かに私の非もありますね。どうかお許しを、信長公。はあ、次なる相手こそ静止街によりて選び、世を悪化せること、目下滞在と心得よ。仰せのままに。勝家、あなたも手伝いなさい。あなたが進むべき城を私と共に選ぶのです。補佐が望みとあらば、しかと受けたまわりました。姫橘よ、構えい。なぜ私に刃を向けられるのです。我が魂を幾度と知れず乾かせし、その償いぞ。貴様の導くところ、例の補完なく味気なし。なるほど、確かにどこもかしこも情けない。まるでかつての勝家のように。そうですね、信長公。なればこその貴様よ、ほんのわずかなりと制する成果を思い起こさせいる。ならばいついつまでも手合わせとざれ込みましょう。あなたとこうして刃を交えるのもいつぶりか。貴様は光秀の配下であるか。変哲なき造用にございます。あれはいずこぞ、影形とて見当たらぬが。おそらくは西の遠征に。こうまで乾けば是非もなし。物よ、震えよ。信長様、東の方角に敗残兵の一団ありと。直ちに兵を向け、骨の髄まで焼き尽くせ。物の一人の紛れなくぞ。信長様、先の戦で捕らえた旅衆はいかに。知れたこと、落ちし小鳥は首取るのみぞ。年の頃、生の別、その他いずれも問わずにな。
承知いたしました。魔王様、人よ恐れよ、余は第六天魔王なり。命惜しくば抗い、魔王殺しの傑となり。ずいぶんと手ひどくしたものですね、信長公。逃げ惑う者を焼き払い、ぬかずく者を切り刻む。血肉によりし桃色の山をそこかしこに築き上げ、帝のそれになぞらえれば、作り上げられたのは安土桃山の世とでもしましょうか。それほどまでに追い詰めれば、少しはまともに歯向かうものと思うだが、所詮はいずれもほととぎすよ。世にくちばしの一つすら向けてはこぬ。すべてもとより世の眼下であるがゆえに、世が改めて制すべきなど見当たらぬわ。泣き濡れば奥知らずゆずほととぎす。牛と思わば先無理の歌。おいたわしや信長公、あなたはいささか強すぎたのですね。すべてを制する星のもとに生を受けたがゆえに、すべてを見下ろす高みにしかあることを許されず、えずくほどに退屈で仕方がなかったのでしょう。ならばせめてもの恩返しです。探し出してみせましょう、あなたの武量を慰める術を。何せ私はあなたの忠臣ですから。何をほうけておるか、光秀。急ぎ兵をまとめよ。下天松間の糸間つぶしぞ。はいはい。三千世界のいずれにも。もはやこの下天に余が制すべきところもなし、どこまでも不甲斐なき者どもが。ならば以前あなたが降りたという欲界などいかがでしょう。人ならざる悪鬼なれば多少は歯応えもありましょう。それも一理か。ならばためらう道理もなし。光秀、備え。お供しましょう。機長たちもいるかもしれませんし。聞いていましたね。あなたも付き合いなさい。は、それがお二方の望みとあらば。我、すべてを制する者なり。我、全ての上に座す者なり。
ハハハハ。